械の部品買うよ。部品専門店だ。メーサーの中じゃ一番お手頃価格の機械の部品だ。対応裁判所に納税なし。上にいる強欲な奴らとは違ってな。彼女が税に興味あるとでも思ってるのか。そんなことぐらい分かってるって。誓ってもいい、スナップモーのレンズでこれ以上にいい価格なんて絶対にありゃしないね。頼むから手のひらに唾を吐かないでくれ。狩人よ、連れに代わってこの私が謝るよ。無口な連れにな。無口な連れに。太陽が私の祈りを聞いてくれさえすれば、スナップモーのレンズのことは気にしないでくれ。あんなものを売れやしない。だがロングレッグのレンズだったら支払いを弾んでやってもいいぞ。それじゃあ、スナップモーのレンズが売れないだと？丈夫なんだぞ、何にでも打ち込めるしな。ここは一体どこだ？おがくずだらけの交易場だとでも思ったか。ここはメリディアンだぞ、文化の都だ。文化くらいわかる。この前狩りの腕試しを見に行ったんだ。ああ、偉大なる太陽よ、真昼の強さを貸したまえ。ロングレッグのレンズに売り物を買えるなんて、お前太陽に頭を焼かれちまったのか。ちょっと。導きの塔がそびえ立つように何度も言ってきただろう。工芸と職人技こそが我らの自慢だ。工芸じゃ戦いに勝てない。機械から農場だって守れない。必要なのは昔ながらの単純でいい品。ああ、昔ながらの単純で良い品だろ。お前なら光るものでも投げ返すだろう。もしも母ちゃんがあのリフトを作ったら、見てくれのいいシャフトで止まっただろうな。これだけ長いこと掘り続けて未だに気の利いたことが言えないのか。やめろ。なんだ。野良族ってやつは不愛想なんだな。お前たち気が合わないのになぜ一緒に働くんだ。平和の意思表示ってやつさ。ダニー、対応裁判所に納税しなくていいって最初に言っただろ。で、どの部品が欲しい。ロングレッグのレンズだ。スナップモーのレンズ。たく、忙しいようだな。待て待て、お前のせいだぞ。スナップモーのレンズだ、どうだい。私のせいだと？面白い。いいか、カリウド、ロングレッグのレンズだ。カリウドもガラクタ屋も鉄を持ってこい。ガラクタ屋だと？お前ろくでなしを引き寄せるつもりか。部品を両方持ってきた。それでどうする？どちらか一つだけ買うというのはやはりダメかな。間違った方買うだろう。カリウドに両方分のシャドウを渡せ。ああ、もちろんもちろんだよ。さあどうぞ。これが代償というやつなのだろうな。これが代償だと？スナップモーのレンズでお前がこれから出す損失を補うんだぞ。損失なんて出すものか、この強情っぱりめ。想像力さえあればロングレッグのレンズに気前よく払うだろうさ。俺も想像力はあるぞ。ガラクタをガラガラ鳴らしてるとお前の脳みそを思い出す。ガラクタを扱うような商売じゃないことは初めから言ってたろ。ちゃんと品位を持って。俺も言ったろ、真の鉄商人は手を汚すもんだってな。機械油を私の絹の服で拭いてた。鉄の市場に絹の前掛けで来るやつがいるか。私だよ。